埼玉県40代の女性の方から、放射性物質は何種類もあるのになぜ 2,3 種類しか計測対象になっていないのか困惑します。その他の放射性物質の情報と状況も教えてくださいという質問です。はい、これは杉浦さんどうでしょうか。はい、事故初期にヨウ素とセシウムが出て、はい、でヨウ素がなくなってしまいましたので今セシウムが残っていると、はい、それから文部科学省が中心になって福島県原子力発電所の近くをよくモニタリングで放射性物質の放出を見てるんですけども、ストロンチウムもわずかということですので、こういう首都圏まで来ているのはセシウムだけというふうに考えて、それは間違いないと思います。セシウムの2種類、はい、134と137ですね。これをもしっかりチェックしていくことで、はい、その不安というか心配というのはちゃんとこう、はい、できるということですね。はい、